DJ やシュバはアメリカ合衆国インディアナ州、モンティーチェロ出身のミュージシャン、ギタリスト、ソングライター。インディアナ州、モンティーチェロ出身。2009年よりロビン・フィンクの後任としてガンズ・ローゼズに参加。全身くまなく彫られたタトゥーが特徴。1歳の頃に一家でイリノイ州の小さな田舎町に移る。その後両親が別れ、 ピアニストの母親の下で育てられる。母親の方針で家にはテレビがなかった。3歳で母にピアノの手ほどきを受け、5歳でリサイタルを開く。6歳でドラムを始める。8歳の頃にシアーズのカタログで89ドルのギターを買うため農場で1年間アルバイトをした。アルバイトに通うバスの中で地元のバンドのギタリストと知り合い。 バスの木の背もたれにナイフ弦を掘り、コードを教わった。1日17時カンベヤにこもって、ギターの練習に明け暮れていたことも。16歳の誕生日に父親に連れられ、初めて、モトリークルーのガールズ、ガールズガールズガールズツアーのライブを体験する。その瞬間、人生が変わったと語っている。19歳の頃、荷物を自分のミニバンに積み込み、ハリウッドに単身移住。 バラクーダに加入。1996年ソロアルバム、アディクション・トゥ・ザ・フリンクションリリース。1998年、ブレッド・ボーイズに、ドラマーのスティーブン・アドラーの公認として参加。1999年版単語のボーカル、ジョーラス・スティア、元、LA ガンズ、ファスター・ーアップ・シー・キャットのメンバーらと共に、ビューティフル・クリーチャーズを結成。ワーナー・ブロスと契約。 マリリン・マンソンをプロデューサーに迎え、デビューアルバム、ビューティフル・クリーチャーズ発表。1、AM はホラー映画、バレンタインや、テレビシリーズ、スモー・アルバルのサントラに使われた。2001年、キッスの前座に抜擢。オスフェスト2001に参加。マリリン・マンソンと共に初来日公演。2002年、ビューティフル・クリーチャーズから脱退。2003年、ニッキーシックスに誘われ。 一緒に曲作りをしたり、モトリー・クルーのツアーに参加。2007年、ニッキー・シックスのプロジェクト 6-AM に参加。ヘロイン・ダイアリーズ・サウンドトラックを共同制作。モトリー・クルーのアルバム、セインツ・オブ・ロサンゼルスにも楽曲を提供している。2009年度ビンフィンクの公認として、ガンズローゼズに参加。ガンズローゼズは尊敬するバンドで、 アクセルと活動できるのは名誉なこととホームページにコメントを寄せているバージンメガストアのデザインなどを手掛けるオリジナルデザインのギターやアンプ発売アシュバランドという会社も持ち主に自らの音楽関連の事業を手掛けているありがとうございます